はい、皆さんこんにちは、陽平です。この間の続きということでお話をさせていただきます。あれ、ちょっと顔が、あれどこ行った、隠れてんのこれでマイクで隠れてたね。というだけで、この間と同じ話が重複するかもしれませんけども、なぜ失敗するかっていう点ですね。多分皆さん、いっぱいお金持ってタイに行かれると思います。で、所持金、1000万円ぐらい、も1000万か2000万かね、ちょっと分からないけど持っていくと思うんですけどね、持っていくというか、銀行で口座に入ってる、合わせて。で、何が言いたいかというと、まず所持金の 50% 半分になるまでは使っちゃいます。1000万あったら500万は軽く使いますね。まだこんなもんいいだろうと思いながら使っていきますから、絶対に。そこで500万になったところで気を引き締めて、財布の紐を締めてね、移住生活を、なんていうかな、気を引き締めて、もうね、今までの生活レベルを下げるということはなかなか半分の人はできません。そう、半分の人はできません。またその半分の人、今度は 50%、75% になったときに、75% というのはもう250万か、1000万持っていって250万になったときに、これはやばいと思うんだけど、またその中の半分の人、25% の人ね、25% の人が250万で、やばいと思うんだけど、なかなかね、お金を、遊びまくって使っちゃうんだよね。そしてついに、75の次は、90% しとくか、90% というか、もう残り100万だよ。これはやばいなと、もうダメだと思いながら、でも、なんとかもう100万、この100万使い切ったらもう買えるかという人も結構 いると思いますね。10% の人間かな、10% の人間は、もう、その100万使い切って、買っちゃおう。またその中の2% の人間、2% の人間は、お金なくなってもタイに居座る人が結構います。もう例えばもう それまでにパートナーが見つかって、そのパートナーにご飯とかね、全部ね、食わしてもらう人、それは俺だったんだけどねその 2% の人いるんじゃないですか。100人いたら2人ぐらいはもう金が全財産なくなっても、ね、タイにもうずっといて、もう本当にどうしようもなくなって、日本の知り合いの金を借りて日本に帰るという感じでしょうかね。それは俺だったんだけど